大城1億3000万円巨人大城匠捕手30が13日東京都内の球団事務所で契約公開交渉に臨み5000万増の1億3000万円でサインした大台を突破し嬉しい反面やらないといけないと覚悟を示した金額は推定選手会長として迎える来季勝ちたいです勝利にこだわりたい正捕手としてチームの勝利に貢献するつもりだめちゃくちゃ安いと思ってたら大城本人はニコニコで嬉しそう WBC にも出場し1年通して活躍してからね来年もよろしくもっともらってもいいくらいなのにっていう声が多くて嬉しい最低3年6億とかでいいよと思ってたコメントにもあるけど確かに低いなって思ったなんで複数年なのかを教えてくれこのままだと普通に FA の可能性出てくるかもしれん倍増の 1.6 くらいでよかった額面はそんな大きく違わないかもだけど本人からしたらより印象良さそうだし来季は優勝してベスト9 GG 獲得して4年12億の契約を勝ち取ろう1億超えおめでとうです素晴らしい我らが大城匠の年俸安すぎだろ読売は選手会長になったから FA 健康士はないって考えなのかご視聴ありがとうございました。